群馬の由美子のお時間です。2023年9月27日水曜日です。最近チャンネル削除の危機にあるものですから、今日は気をつけてやっていきたいと思います。ジョバンニ滝川問題について、これは架空の世界のお話として聞いてください。最近ね、ジョバンニ滝川問題が大変盛り上がっていて、本当に私は嬉しいです。途中で立ち消えになってしまうんじゃないかと思ってたんですけど、広告主たちが、降り始めたので、これはね、やっぱりお金ですよね。お金のプレッシャーがあって、やっと人間動くこれでね、ジョバンニ事務所もね、動くんじゃないかなって思います。私は最初にお断りしておきますけれども、ジョバンニ事務所が嫌いです。子どもの頃から嫌いです。どうしてあんな下手な人たちがテレビに出られるのか、ずっと不思議でした。もっといいもの見せてよって思ってました。毎週毎週光源氏のね、下手な歌を聞かされて女の子のアイドルにしても、まあ下手な下手な歌を歌ってましたよね。なんでこの人たちがテレビに出ているのか、やっと分かりましたね。これはだから、ジョバンニ滝川の気に入った男の子が出ていたっていう、そういう仕組みだったんですね。うん。NHK の7階の部屋にジョバンニ部屋があって、そこに少年たちが出入りしてて、ジョバンニも出入りしてて、そういう部屋を NHK が提供してたんですってよ。これは皆様の受信料でやってる NHK がそんな便宜を図ってるっていうのは、これは調査してもらわなくちゃね。だって税金も入ってるんでしょ、 NHK って。これはダメですよね。これは立花隆さんにやっていただきたいなと思います。ぶっ壊していただきたい、 NHK をね。そしてこの問題で、私が嬉しいのは、芸のできる上手な、あーすごいな、この芸はすごいっていう人たちがテレビに出てこられるようになるんじゃないかって期待してるんですよ。そういう下積みやってる人多分いっぱいいますよね。で、才能があるのに、そっちではジョバンニに気に入られて、じゃないと出られないとかいうことになると、そんなところ行くのは嫌だということで、まあサラリーマン生活なんかしてる人もいるんじゃないでしょうかね。だからそういう人たちが真っ当にスポットライトを浴びられる、で私たちも、ああいい歌だなって聞ける、そういう時代が来るんじゃないかなと思って期待してます。で、今ジョバンニーズのね、人たちはかわいそうじゃないかっていう人がいますけど、それはかわいそうはかわいそうです。これは犯罪の被害者であるっていうことはね、もうそれは本当にお気の毒で、これはね、警察が取り締まってくれなきゃ困るなって思います。で、それはそれで別ね。で、芸能人として表に出るからには、芸ができなきゃダメっていうね、歌手なら歌が上手くなくちゃダメって、だって私とどっこいどっこいじゃないってさ、見てる人に思わせるってダメだよねやっぱり芸ができないなら、まあ、なんか違う仕事をしたらいいんじゃないかなって思います。ジョバンニ事務所の社長になった南山さんね、南山さんなんかは記者会見見ただけで大婚約者っていうのが丸出しでね何があれが役者なのかしらと思いますけどね。ちょ待てよとかね、そういう人なんかもなんで出てるのかしら、何の役したっていつも同じなのにっていうね、そういう芸がない感じなんですよね。だからそういう人も別に固定ファンがいるんだから、もっとこうファンと近いところでさ、小さいライブハウスとかでできるんじゃない。あとはね、役者をやりたいんだったら小さな劇場とかあるでしょ、ああいうところでやればいいと思いますよ。生活していけるぐらいのお金は十分入ってくるんじゃない、ファンがいっぱいいるから。で、握手会とかしてさね、本買ってもらったり写真集買ってもらったりすればいいじゃない。だから私は正当な評価が皆さんに下る世の中になってほしい。誰かのコネで、テレビに出るとか、もうそういうのはやめようね。で、
あとはね、あ、そうそう、それでなんでジョバンニ滝川がそんなに力を持っているのかっていうのがさ、だってあんな下手なあの歌手たちをテレビに出せるほどの力ですよ。おかしいじゃない。ちょっと前に副島先生とお話しする機会があって、先生、私はこれは警察や検察のね、上の方の人がジョバンニ滝川のなんかお世話になっている、なんか斡旋してもらっているんじゃないかと思うんですけど、それが理由じゃないでしょうかねって聞いてみたんですよ。そしたら、アメリカ人だったんでしょうって言われて、あ、そうだったと。そういえばどっかでそんなに読んだの思い出した。あの二重国籍でね、アメリカと日本の二重国籍で、しかもなんか CIA の工作員だったっていうね、話がありますよね。だからもう日本の警察なんかは手出しができないっていう、そういうことが多分真相じゃないかなと思います。そしてここで、だからこれがアメリカと日本の宗主国属国関係がね、ここでも出てくるんですよ。もうね、 CIA には手出しができないっていうさ、もう本当に、もう本当にね、これはだから属国日本の問題なんですよね。アメリカ様に今こそ歯向かいましょう。だからこれも徹底的にやりたいですね。やりましょうね。もうそんなテレビ局も全部解体だ。あのだって放映権とかもらってるんでしょ、総務省から。しかもなんか格安ならしいですね。そういうのさ、国民の財産でさ、放映権収入がさ、こう国の国庫に入ってくるわけじゃない。それをさ、なんかものすごい安い値段で借りといておきながら、あのこんな下手な歌を垂れ流しているっていうのは許せませんね。それでね、まあだから逮捕されない理由は CIA だからだろうと思います。まあ私たちはあのいい芸を見せてもらえなくて、国民のレベルも下がると思うんですよね。審美眼が育たない、いい感覚が育たないわけですよ。もったいないですよね。でね、あのこれはある、まあ、すごい人から聞いたんですけど、昔のね、昭和時代のとても歌のうまいお姉さん、この方はですね、結婚して引退したんですよね。俳優さんと結婚して、でもうすっぱりテレビに出なくなったんですよ。でそれは何でかって言ったら、そういう芸能界にいると嫌な営業をさせられるっていう、それが嫌で、もうきっぱり芸能界を辞めて家庭に入って、まあ今幸せに暮らしてらっしゃるということでね。え、そんなトップスターでもそんな営業をやらされるんですかって。まあ、営業っていう言葉は使ってなかったですけど、まあ今分かりやすいようにそういうふうに言ってます。もうね、私はちょっとね、その時はね、もうだいぶ10年ぐらい前の話ですよ、それ聞いた時。ちょっとね、びっくりしちゃって、売れない人がそういうことをさせられてるんかと思ったら、そうじゃないんだって。そりゃ、ね、そう、びっくりしました。だから、ああいうトップスターは、その、一番商品価値が高いわけだから、ここぞっていう時に多分、使われるんでしょうね。もうね、それが思い出されます。あー、かわいそうに。しかもね、多分あんまりお給料ももらってないんですよね、あの人たちね。本当に奴隷のようですよね。少し話は変わりますが、 JAL123 便とジョバンニ滝川の関係をお話します。ウィキペディアのジョバンニ滝川の欄を読んでいたら、こんなことが書いてありました。1985年8月11日に大阪の新歌舞伎座で幕を開けた舞台、森の石松主演の近藤真彦の応援のために、少年隊とともに翌12日の日本航空123便に搭乗する予定だったが、初日に近藤が開く記者会見に来てほしいと要請を受けて、大阪入りを 前倒しにし、少年隊は東京に残った結果、この墜落事故を避けられた。これジョバンニ滝川も少年隊も墜落事故を避けられたっていうことです。不思議ですね。ジョバンニ滝川っ
という架空の人物のお話でした。今日はさようなら。